パルマイル・ジョーバネとして知られるジャコモ・ネグレッティはイタリアの画家である。王子の画家、パルマイル・ベッキをと区別するためにパルマイル・ジョーバネと呼ばれる。ベネツィアの画家の家に生まれた。父親のアントニオ・ネグレッティはパルマイル・ベッキの甥で、母親はパルマイル・ベッキの弟子で、後継者となったボニファーツィオ・ベロネーゼの妹である。幼い頃からベロネーゼの工房で画家として修行した。1564年にウルビーノ公、グイドバルド2世、デッラ・ローベルがベネツィアを訪れ、ジャコポの才能に感銘を受けて、庇護者となって1567年からローマに留学させた。ローマには4年間滞在した。ラファエロ・サンティやティントレットの作品を学び、ベネツィア派の画家、ティツィアーノ・ベチェッリオの作品を模写して修行した。1576年に亡くなったティツィアーノが未完で残したアカデミア美術館収蔵のピエタはパルマイル・ジョーバネが完成させた。ありがとうございます。